うひゃー、一体どうしたんだ。どこもかしこも人だらけじゃねえか。 B さん、もしかしたら今日お祭りでもあるんじゃないですか。お祭りか。なあなあ、早く荷物を届けて街を散歩しようぜ。うまい食い物の屋台が出てるかもしれねえしよ。美味しい食べ物、屋台。早く荷物を届けましょう。家臣ども、慌てるな。今日は祭りがある日ではない。え？そうなのか？じゃあ、なんでこんなに人がいっぱいいるんだ？おそらくこれは、兄上による国づくりの施策の賜物。町をよく見てみろ。以前と比べて、市場が拡大していると思わないか？そう言われてみりゃ、確かにそうかもしれねえな。商店に並ぶ品々の中にはウェールズでは見たことがない食物や衣服も多い。また市場の至るところで諸国の商人たちが商談している姿も見受けられる。以前と比べ流通が盛んになったようだな。それにより商人の数が増え、活気が生まれたのだろう。それに旅行者も多いように思うな。うん、これは興味深い。団長、早く荷物を届けるぞ。商人に試作の様子を尋ねたい。あ、青い！言っちまった。慌てるなって自分で言ってたくせによ。パーシバルさん、なんだか嬉しそうでしたね。なんつったってここはトサカの兄ちゃんの故郷だもんな。よし、それじゃオイラたちもトサカの兄ちゃんを追いかけようぜ。そりゃ簡単な話でさ、実は。おや、あなた様はパーシバル様じゃありませんか。これはこれは。俺が相手では話しにくいかもしれんが、兄上が行った施策について聞かせてもらえないだろうか。話しにくいなんてありゃしませんよ。アグロバル様が新たに制定された施策には感謝しかありませんからね。ほう、それは一体。ええ、実はこの市場から独占販売や非課税権を持った古株の商人連中を排除してくださったんですよ。あとは各々の裁量、実力主義、商売に身が入るってもんですよ。それに関税も撤廃ですからね。ウェールズはまさに自由取引市場になりました。諸国からも商人がやってくるんで、これだけの活気につながってるんです。いやー、アグロバル様々ですよ。うん、経済を活性化させることに成功したわけか。これにより国力は高まる。まさに英断だったわけか。しかし、これまでの圧政とは全く違う。兄上は国を形作り、力となる民を尊重するようになったのだな。国とは民の上に成り立っている。俺の意見に過ぎないが、これは良き方向に舵を取ったと言えよう。パーシバルさん、なんだか嬉しそうですね。ああ、民を笑顔にすることは為政者の役目の一つだ。兄上が見事にそれを叶えていると知ることができたんだ。
こんなに嬉しいことはない。ほう、これはウェールズでは耳にしないような音色の楽器、他国の民族衣装をまとった曲芸師。彼らも近隣諸国からやってきたのだろうな。わあ、なんだかとっても楽しそうです。こんなに賑やかなのにお祭りってわけじゃねえんだよな。ああ、これもおそらく兄上による新たな施策の賜物であろうな。ん？どういうことだ？諸国との文化交流を推し進めた結果ということだ。目新しく刺激的だ。街をより活気づけてくれている。なるほどな。だからこんなにたくさん人が集まってんのか。諸国の文化に触れることで民は多様性や柔軟な思考を持つことができるようになる。いや、それよりも民に笑顔をもたらしたことこそ最大の収穫。これは素晴らしい国づくりではないか。なんだなんだ、もしかしたらとってもすごい催し物が始まったのかもしれませんよ。僕も大きくなったら騎士団に入るんだ。へえ、すっげえ人気だな。フェードランヘの白竜騎士団の皆さんみたいですね。兄上。皆の者、よくぞ無事に戻った。皆の活躍のおかげでウェールズの民が平和を享受していると言っても過言ではない。これからもこのウェールズのため奮起してほしい。はっ！だが今日はもう登場せずともよい。え、それは、何を戸惑っておるのだ。家族のもとでゆっくりと休養するがよいわ。はっ、アグロバル様、感謝いたします。さすがグロバル様ね。心優しき王よ。かっこいい。なんだかオイラたちまで誇らしい気分になっちまうな。やけに目立つ者たちがいるかと思ったら、パーシバルとその家臣の者たちではないか。兄上、ご無沙汰しておりました。アグロバルさんが家臣思いでなんだか嬉しかったです。そうか、ならばよかった。ここでは民衆の目もある。城に戻ってから話をしようではないか。皆の者、ついてまいれ。はい、兄上。
民を第一に考えて行ったであろう施策の数々、どれも素晴らしく思います。前に来た時とは別の国みてえになってたから驚いたぜ。改革がかような結果をもたらし、我は満足である。だが、パーシバル、口をつくのは民草のことばかり。相変わらずのぬるさよ。施策のすべてはウェールズを強国にするための手段に過ぎんわ。兄上、その言い方は正直好きではありません。それに、もしやまだ人間の本質が悪だと、そう思っているのですか？だとしたら、どうだというのだ。民衆を思うだけでは、強国を築くことなど不可能だ。我の理想に従わせてこそ、国づくりと言えよう。いいか、特定の商人に既得損益などを与えていては堕落するだけであろう。そのようなものは撤廃するが肝要。全ての商人に機会を与え、競争を求めたのだ。そうすることで市場が活性化し、経済が回れば、我がウェールズの輸出も増え、税収が上がろう。また、新たな文化や芸術を入れることで、民衆の鬱憤を晴らすことができる。それにより見聞が広がれば、我に有益な情報をもたらす可能性が、飛躍的に上がるであろう。そして、我が恩情を見せたと思っている騎士団だが、彼らが心身ともに健康であれば、治安を守るために奮起できる。さすれば、その姿を見て、幼き子は騎士に憧れ、騎士道を学ぶ。騎士道は、王に忠誠を誓うことであるからな。愛国心を持って成長し、将来、騎士となり貢献するであろう。すべてが我のため、ウェールズのためであるぞ。やっぱりよ、どれもウェールズの民衆のためなんじゃねえのか？私も、なんだかそんな気がするんですけど。何を言っておるのだ。断じて違う。その、本当ですか？当然であろう。でもよ、くどい。だが、そう思いたくば、そう思っても構わぬ。解釈に幅がある思想であることも事実。その主張が本意なのか、ウェールズの民ならわかるでしょう。パーシバル、何を笑っておるのだ。まさしく兄上こそ、このウェールズの当主にふさわしいと思いまして。兄をコケにするでないわ。失礼いたします。アグロバル様、火球の件でございます。何事だ。先ほど国境の山から出荷を確認したとの報が届きました。いかがいたしましょう。
山火事は気象によって被害が拡大する恐れもある。気象学に長けた学者を同行させるゆえ、団を率いて消火に当たれ。はっ、そのように。そのような学者がこのウェールズに。ああ、今このウェールズでは多くの人材を登用しているところなのだ。ザイヤにはどこにも使えておらぬ様々な分野の専門家が埋もれておる。彼らの力を利用しない手はないであろう。もはや近代において武力と計り事だけではその大小を問わず国というものは成り立たぬと悟った。未来を見据えるならば内政にも目を向けなければならん。全ては我が覇権を握るために他ならんわ。口では冷たいことばっか言ってるけどよ、なんだかんだでいい王様じゃねえか。はい、私もそう思います。兄上の国づくりからも学び、俺はさらに遊学を続けねばならんようだな。